石臼の歌は、坪井久氏がしが1945年に発表した日本の短編小説。24の瞳で知られる坪井久氏の執筆した短編小説群のうちの一作。戦時中における田舎の少女のごく普通のお盆風景を描く、牧歌的な作品。坪井の他の作品群と同様に舞台は、小戸島と見られることが多いが、作内では舞台を示す言葉は、 船着き場のある田舎、お盆に団子とうどんを作る、広島から数日かかると形容されるのみで、それがどの位置にあるのかは特定されていない。一方で、他の坪井久ひ作品にも見られる反戦のメッセージが物語後半から暗湯の形で盛り込まれている。少女クラブ1945年8.9月月平ペ号に書出が掲載された。 後1947年に愛育者より本作を初集した短編集、童話集十五夜の月が出版される運びとなったが、この掲載においては反戦及び反核を記した部分において GHQ の検閲が入り該当部分の大幅な削除、開口を迫られたとされている。同書本作に対して付されたプランゲ文庫の請求番号は502から087。 坪井は、この検閲に対して、該当箇所を田舎の情景を主としたものに切り替えながら、一方で、削除を指示された主題を、強いて暗有を用いて、隠し表現とすることで対処した。以降、本作の書集においては、口述する教科書書集も含め現在まで、この修正に基づいて開講されたものが定本となっている。後に、 三村図書出版が発行する小学6年生用の国語教科書に石臼の歌として1980年代2000年代にかけて掲載されたため、その時期において同社の教科書で国語教育を受けた世代層に対しては認知度は非常に高い。瀬戸内の田舎に住むチェ子コは祖母と共にお盆の準備に大忙し。 特に団子やうどんを作るための石臼を引く作業が嫌だった。石臼のリズムで眠くなるためだ。しかし祖母は言う。石臼は団子が欲しけりゃま回せと歌っているのだと。自分をやる気にさせるための調子のいい冗談だと、千恵子もわかっているが、言われてみると、ついつい千恵子は重い石臼の取っ手に手をかけていた。その中で、 広島にいる10枚の水絵が疎開のために里帰りするという。妹同然の水絵がやってくることに千恵子は大喜びして、さらに祖母と共に石臼を回す手に力を込めるのだった。やがて8月となり、水絵が母親と共に家にやってきた。母親は水江を置いていくと、他の家族のためにすぐに広島へと戻る。数日後。 盆の13日を迎えた祖母の前には、物言わぬ石臼の姿があった。石臼はもう歌わない。祖母は石臼を歌わせる力をなくしてしまったのだ。そんな祖母に千恵子は、祖母の代わりに自分が石臼を歌わせる決意を固める。そんな千恵子の姿に水江もまた共に石臼を弾くと申し出る。石臼は歌う。勉強性。勉強性。辛いことでも我慢して。 ありがとうございます。